Hello everyone, welcome back to my channel. 皆さんこんにちは、ラブです。久しぶりにまたこの場所に戻ってきました。最近ちょっとライティングがね、ちょっと明るすぎて見えないっていう方がいらっしゃるので、今日はちょっと色味を見せたかったので、ここで撮ることにしました。以前にもレビューはしたことあるんですけれども、今回またボンプリティストアというところの、商品のレビューをしたいと思います。で、今回は3つアイテムがあります。で、まず一つ目はこちら、チークパレットのこういった10色のパレットになります。わかるかな、多分以前のところよりは色味は出やすいかと思うんですけれども、こういったコーラル系からピーチで、ちょっとおとなしめのまあベージュというかそういう感じのものもあるんですけれども、本当にこれよくつきます。例えばこのこれちょっとブラシでやっただけですごいんだけども、このホットピンクね、こんな感じでものすごいつきます。なのでブラシにもほんとポンってやってサッとやるぐらいじゃないと真っピンクになっちゃうので、で他はこのオレンジも相当オレンジです。こんな感じ、ちょっとカメラでは光で飛んじゃうんだけれども、でもわかるかと思います。うん。でね、ピンク、ここら辺は全部マットです。なんだけども、ここら辺はちょっとだけキラキラしているものが見える。でもほとんどマットに近い、チークになるので、とっても使いやすいと思います。で、前回と同じように詳細は全部概要欄に書いておきますので、ぜひ見てください。で、ケースもこういった黒で、まあプラスチックなんだけども、とっても薄くて軽いです。これに10色も入っているので、で、ピンク系とコーラル系っていうのは大切なので、両方とも入っているから使いやすいです。はい。で、残りの2つは、つけまつげになります。で、私のインスタグラムフォローされている方は、前回私がとても若く見えていた、写真があったかと思いますが、あれね、まつげを見せようと思ってうってやったらあんな顔になってしまったという、全然若作りしようとは思ってなかったんだけども、ありがとうございます。で、今日もつけてるんだけども、前回の写真で、つけていたやつ、これとこの2種類なんだけれども、前回つけていたのがこちら、こっちの方がいい、こういったやつね。で、今日つけているのがこのタイプ。わかりにくいかな、違いが。ちょっととだけ違うんだけど、ものすごい種類があって、で、その中で私が好きなやつを選んだんだけれども、私こういうなんだろう、目尻にちょっと広がり、目尻の方が長くなっている形がとても好きなので、なんか似たようなものを選んじゃったんだけども、さすがにここのやつは幅がとても長いので私は切っております。で、知らなかったのが、2日前かなの、シューティングでモデルに初めてこの2個目の方は使った、自分に使う前にその子に使ったんだけれども、これね、実はブルーが入ってるの、わかる、これ、ほら、なんとなくここら辺ブルーじゃない。そう、これはね、なんかツートーンのつけまつげだったらしくて、でもほとんどわかんないから、まあ、シューティングでも使えたからよかったんだけど、ちゃんと見てなかった。うん、本当はブルーです。でも、もう一つの方は完全に全部ブラックなんだけども、まあこのブルーが入ってるやつはカーブもとても合ってるので使いやすいんですけれど、でもう一つの方もね、あの、可愛いって言ってもらえたからいいし、このバンドがね、クリアなので、あ、見えにくくなるから、アイラインとかねやってる人はすごいいいと思うんだけども、一つ、うん、いや、二つあるな、ネガティブなことを言うと、こちら、こう、テープで止まってるでしょ？
まあちょっとだけだから取れるからいいんだけども、もうちょっとカーブをつけて止めてくれていたら合わせやすいんだけど、結構伸ばしてね、これとかなんてほとんどまっすぐでしょ。なので取ってからつけようと思うと、いくらノリでつけてもこの端がピーンって押し戻してきちゃうので、もうノリがちゃんとつくまでもう本当に持っとかないと戻ってきちゃうから、とってもつけにくかったです。なので、なんだろう、どっかにこう丸いところにね、こう周りにひっつけて、あの肩をつけようかなと思ってます。こんなにあるしね。これ確か3ドルも、3ドル以下だったのかな、4ドルぐらいだったのかな、全部でね。すごい長さも形も好きだから、このカーブさえ合えばって感じ。ただこっちはなぜかカーブがすごいつきやすくて、これはすぐにでもつけれます。だけどこれね、これを剥がさないと取れないという、これ一生懸命さっきみたいにね、こうやって取ろうとしてなかなか取れなくて、なんでだと思ったら見て、後ろこのつけまつげのこの黒のバンドの紐がそのまま伸びてこの穴から出て止めてるのね。だからここの糊を取らないと何をやってもここが取れないという、だからもう大変で、この間撮影はここも切っちゃって、このここもハサミで切っちゃって取り出しました。なんで取れないんだろうと思ったら、後ろ本当びっくりしたよ。こんなつけまつげ初めて見たからね。そうだから両方ともいい点があるんだけれども、ちょっとめんどくさいっていう感じですね。だからちょっとお金を出して日本で買うか、安くたくさんをいろんな形があるやつをこういうところで買うか、まあ、それは皆さんの、まあ、好みなんだけども、なんかいいつけまつげがね、安く買えたらいいなと思っていろいろ試してみたかったんだけども、まさかこんなことになるとは。でも私このつけまつげ結構気に入ってるので、今日もこれで外に出ます。はい、さあまたざっと言ってしまいましたけれども、いかがだったでしょうか。ちなみに今日のアイメイク、これは、この間のレビューした、あのケイトのパレットで、口紅は NYX のソフトマットクリームの、ストックホルムの、違う、アントワープを使っています。ちょっとチークつけてみようか、どれがいいでしょうか。コーラル系がいいな、やっぱり。じゃあこのオレンジ、ほらもうすごいでしょ。だからこれをこういうとこではたいて、必ず少なめを取って濃くしていってください。初めから濃くすると本当に収集つかなくなるので。あら、こっちの鏡で見たらもう私すごいことになってるわ。カメラは色が飛ぶね。こんな感じです。綺麗に結構ブレンドもできてると思います。結構ブレンドもしやすいので、はい、こんな感じになります。はい、以上がボンプリティストアのレビューでした。 Alright, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye!